福井県堺郡の一、堺郡は福井県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。1、三国町に、お島村3、加藤村4、あわら村5、吉崎村6、細野木村7。 坪井村 8? 鶴木岳村 9? 飯村 10? ひ10号村 11? 金な町 12? なが村 13? 丸岡町 14? た田村 15? 高か村 16? 明い村 17? 磯部村 18? 春江村 19? 大石村 20? ひょ村 21? おお村 22? ほん村 23? き村 24? しん村 25? は4号村 26? うず村 27? だいあ 富村28、本郷村29、夏目村30、高野巣村各町とも人口は1万人を超えて、丸岡町は人口3万人を超えて、福井県の町では人口が最も多かった。いわゆる平成の大合併では、堺軍一しか頓挫した後、北部と南部でそれぞれ検討されたが、法定合併協議会の設置には至らず、結果的に足原、 金ナと、堺、春江の枠組みとなった。残る三国、丸岡は相互に隣接していないため、単独調整になるものと見られたが、2004年3月に、あわら、金津の合併で、阿波ら市が成立したのとは、対照的に、堺、春江は、法廷合併協議が破談になったことから、三国町長から提案のあった四町合併に合意し、堺市が発足した。 ありがとうございます。